K.D. ラング、K.D. 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 ラング OC、出生名、キャスリンド・オン・ラング、キャサリンド・オン・ラング、1961年11月2日大は、カナダ出身のシンガーソングライター。カントリーに影響を受けたポップが特徴で、グラミー賞、MTV ビデオミュージックアワード、アメリカンミュージックアワードなどの音楽賞を受賞している。名前は、 K, D, ラングと書かれることもあるが、本人は、すべて小文字の表記を一貫して使っており、法的に解明もしている。これは、詩人、E, E, カミングスの影響であるという。薬理学者の父と教師だった母の下、四人兄弟、兄と二人の姉の末っ子として、カナダ・アルバータ州エドモントンで誕生。生後9ヶ月で、家族と共に、同州のコンソートに移り、 以後この町で育った。7歳からピアノを習い始め、10歳からギターを弾くようになった。大学時代にカントリーに惹かれ、やがてパッチークラインに熱中し、音楽の道を志すようになった。1983年にクラインのカバーバンドザリ・クラインズを結成2枚のアルバムを発表しカナダ国内で注目を集めた。 カントリーウエスタン中心のライブを行い、数枚の音源を発表。1985年、カナダのグラミー賞にあたるジュノー賞の最優秀新人女性ボーカリスト賞を受賞し、翌1986年にカントリーの本場、アメリカテネシー州ナッシュビルのレコードプロデューサーと契約。1987年に発表したアルバム、エンジェル・ウィズ・アラリアットで高い評価を受け、 ロイオービソンとデュエットしたクライングではグラミー賞の最優秀カントリーボーカルコラボレーション賞で受賞した。1988年にはアルバムシャドーランドを発表するかたわら地元カナダで開催されたカルガリーオリンピックの閉会式で実曲ターンミーラウンドを歌唱。またテレビ番組への出演も多かった。1989年アルバム アブソルートトーチトワングでグラミー賞の最優秀女性カントリーボーカル賞を受賞。このアルバムからのシングル、愛一杯のフルムーンはカナダのカントリーチャート第一位になったほか、アメリカでもヒットした。さらに1992年のアルバム、アンジャニューではそれまでのカントリーから一転してアダルト、ンテンポラリーよりのポップスを披露。収録曲。 コンスタント・クレビングが高い評価を受けるとともに大ヒットを記録しグラミー賞の最優秀女性ポップボーカル賞を受賞した。翌1993年にはガスバン、サント監督の映画カウガール・ブルースのサウンドトラックを手掛けている。1997年公開のジェームス・ボンドシリーズ作品007トゥモロー・ネバー・ダイではエンディングテーマサレンダーを歌った。 1996年、長年の音楽への貢献が認められ、カナダ勲章を受けた。2003年、4度目となるグラミー賞を受賞。この時は、最優秀、トラディショナル、ポップボーカルアルバム賞で、トニー・ベネットとのコラボレーションアルバム、この素晴らしき世界によ受賞であった。同年、ベナード公演や、ジョニー・ミッチェル、ニール・ヤングラカナダの先輩シンガーソングライターたちの、 楽曲をカバーしたトリビュートアルバム Hymns of the 49th Parallel を発表した。2010年2月12日、バンクーバーオリンピック開会式に登場し、レナード公演の曲 h a ルヤ e l a を歌唱した。2013年にはカナダ音楽の殿堂入りした。ラングは1991年の映画サーモンベリーズで主演を務めたか、 1999年の氷の接吻では、ユアン・マクレガー、アシュレイ・ジャットと共演している。また、2006年のブラック・ダリアでは、ノンクレジットながら歌手役で登場する。その他、シットコム、ダーマンド・グレックや、エレン、ママと恋に落ちるまでなどの TV シリーズでゲスト演がある。ラングは、1992年に LGBT 雑誌、アドボケート上で、 同性愛者であることをカミングアウトした。1990年代初頭、ラングがバニティフェア氏の表紙を飾ったことがあったが、その写真はラングが理髪店の椅子に座り、モデルのシンディクル・フォードがラングの顔にカミソリを当てて、髭を剃るポーズをとっているというものであった。この号ではラングについての記事が掲載され、カミングアウトによってカントリーミュージック界から追放されるのではないかという、 不安を彼女が抱いていたことが述べられている。しかし、カミングアウトは、ラングのキャリアに影響を及ぼさず、逆に、カミングアウトしたことが評価された。その後のインタビューでは、カミングアウトして、今はすごく良い気分。完全に解放された気分と語った。2003年に知り合った女性と2009年11月から、同棲していたが、2011年9月に関係を、解消した。 宗教は、チベット仏教徒である、ゲイの権利やエイズ問題などに、積極的に関わっており、エイズの研究、患者救済のため1990年に発表された、オムニバスアルバム、レッドホットブルーに、コールポーターの、ソーインラブのカバーで参加した。2007年には、アフリカにおける退治への HIV 感染の、問題提起を目的としたチャリティ版、シングを、アニーレノックスと制作し、 同年12月1日の世界イズデーにリリースした。また、菜食主義者でもあり、彼女が参加したペタの肉食反対キャンペーン、Meat Stinks は大きな波紋を呼んだ。とりわけ、彼女の故郷であるアルバータ州の畜産業界からは強い批判があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。